はいどうも、ブラックパンダです。今回やっていくジャンクはこちらです。またまたシンクパッド X220 です。ジャンク理由としては通電 NG 起動 NG のジャンク品になります。あとね、筐体のこの辺にね、破損が、ここですね、破損がありますね。他は特に大丈夫そうですね。ゴム足もありますしね。あれ、これ通電 NG ってなってるんですけど、これ見えますかね。指紋認証のところランプついてますよね。とりあえずアダプター僕手持ちであるんで、それで一回動作確認してみます。刺しますね。マジで充電が開始されました。通電してるね。電源ボタンを押してみます。電源ランプつきましたね。起動しました。指紋認証ロックがかかってますね。なるほど。でも最近この通電 NG のジャンク結構買うんですけど、ほとんどね、何の問題もなく動作するんですよ。引きが悪いのかいいのか分かりませんね。とりあえず一個ね、なんかやれそうなこと見つけたんで、指紋認証のロックをね、解除していこうと思います。指紋認証のロックはこのユニットを取り外せば解除できると思うんですよね。なのでこのパームレスト部分を先に取り外して、ユニットをね、一回切ってしまおうと思います。これで指紋認証ユニットを取り外せたので、このままもう一度動作確認というか電源入れていきます。それでは電源入れますね。指紋認証はなくなりましたけど、今度はね、パスワードですね。これどっちかな？パワーオンパスワードだったら CMOS クリアでこれ解除できるんで、先に CMOS クリアを試してみたいと思います。ここの CMOS 電池を抜きます。はい、そしたらまた電源入れていきます。解除されないですね。これはどうやらスーパーバイザーパスワードがかかっているようです。よし、じゃあ次いきます。スーパーバイザーパスワードの解除はこの辺にある EEPROM を起動時にショートさせて解除します。なのでもう少し分解していきます。そしたらキーボードベゼルが外れたので、この辺をね、めくっていきます。これがシンクパッド X220 の EEPROM になるので、起動する瞬間にですね、ここの4番5番ピンをショートさせてスーパーバイザーパスワードを回避します。ピンセット用意します。はい、それでは始めます。電源オン。鍵のマークが出てるのでこれは失敗ですね。もう一度やり直します。結構タイミングがシビアなんですよね。これも失敗ですね。なんか知らん間に解除されてましたね。どういうことやろ。スーパーバイザーパスワードかかってるかなと思ったんですけど、今見たらかかってないですね。パスワードのロックが解除された理由が分かりました。結論から言うと、スーパーバイザーパスワードはかかっていませんでした。理由を説明しますね。まず、最初にパワーオンパスワードを解除しようと CMOS クリアを試したんですけど、その時に、
ここのねバッテリーを抜くのを忘れていまして、それでちゃんと CMOS クリアがかからずにパワーオンパスワードがオフにならなかったんですよね。でも、あの作業中に別の場所をショートさせてしまって起動ができなくなった時にバッテリーと CMOS 電池を一旦全部外して完全放電させてから再チャレンジしたんですけど、その時にパワーオンパスワードが無効になって普通に起動ができるようになったんだと思います。で、詳しい方にねちょっとお伺いしたいんですけど、前回スーパーバイザーパスワードを解除した時は EEPROM の4番5番ピンをショートさせたんですけど、5番6番ピンのショートでも解除できるみたいなんですけど、それの違いって何なんですかね。僕には分からなかったんで、もし分かる方いらっしゃいましたらコメント欄で教えてください。お願いします。それでは次の工程いきます。中の清掃をしていきます。このシートを剥がしちゃうと基板がノリでベタベタになってるだけなんで、もう今回は簡単に清掃するんで、このシートは取らずにこの上からね拭いていきます。次はこの CPU ファンの清掃に移ります。ここもねめちゃくちゃ汚いんで綺麗にしていきます。でこれ真上に持ち上げると取れるんですけど、扱いには気をつけてくださいね。強く握っちゃうと簡単にぶち壊れるんで、以前ね CPU ファンエラーが出た時にこのファンをいじくり回してたんですけど簡単にぶっ壊れました。その動画も概要欄にリンク貼っておきますので注意喚起としてご覧ください。よし、はい、それでは清掃も一段落したので、ここのアームレストの欠けている部分の補修に移りたいと思います。今回使うのはプラリペアとこの粘土ですね。家にある別の X220 から型を取ってこっちを補修していきたいと思います。型を取ります。でこっちに合わせます。そしたらニードル法で補修をしていきます。よし、OK。今回は家にあった粘土でやりましたが、こういう型取りくんっていうやつが売ってるみたいですね。専用の型取り機みたいなやつですね。乾くまで放置します。はい、それでは乾燥したので外していきます。粘土と相性悪いな。こんな感じですね。で多めにつけたんで、あとは削っていきます。はい、そしたら補修したところ形整えました。こんな感じですね。で
さすがにちょっとここの爪の部分は再現できなかったので、こっちのボトム部分を削りました。でなので今から色をね、黒に塗っていきます。そしたらこのまま乾かしていきます。はい、それではね、塗装も乾いてきたんで組み立てていきます。はい、ということで今回この ThinkPad X220、通電 NG、 起動 NG で購入したんですが、通電も起動もして、ただ指紋認証とパスワードロックがかかっていたので、それを解除して、あとね、ついでにここの割れですね、ここもプラリペアで補修しましたよっていうジャンクでした。そしたら今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。